どうもマグニです。本日は皆様に僕がどのように動画をアップしているかをお届けしたいと思います。僕がですね動画をアップするのに使っているツール、まずはご紹介しましょう。 MacBook Air、 そして iPhone5S。 iPhone なら iPhone、 MacBook Air なら MacBook Air で、それぞれ違った方法で動画を上げております。iPhone で上げている動画は基本 iPhone で全て編集してアップロードまで、こなしております。ただですね、最後のねアノテーションだったりとかは全てパソコンで、Mac でねやるようにはなりますが、基本 iPhone で上げる動画は iPhone で全て加工編集から何から全部行っております。 Mac で上げる動画は Mac で編集、 Mac でアップということを行っておる感じでございます。というわけでまず iPhone でどのようにやってるのかっていうのをねご覧いただきましょう。それぞれでね、使っているツールもね順にお伝え、ご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、それではね iPhone の紹介からいきたいと思います。まずは iPhone の画面を出しましょう。さあ、ピョン。動画フォルダを今ご覧いただいてるんですけれども、このようなアプリが僕を使っております。2ページあります。じゃあ左上から説明していきます。キャプチャー、これ Google の、アップロードアプリですね。動画を撮った瞬間、その場、瞬時に動画を上げることができる、アプリでございます。で、その右がね、動画圧縮って、これ最近使ってないんですけど、iPhone で動画を上げるときでどうしてもね、容量がね、大きいと、上げるのはね、時間かかったりするんですね。電波の状況がね、やっぱり不安定なのが iPhone ですので。そういう時のために、この動画圧縮で、ちょっとサイズを圧縮しています。ほとんどね、画質は荒れないので、たまに使うときがあります。で、その右がイントロデザイナーって、これご覧いただきましょうね。このように、たくさんあるんですけども、要するにね、エンディングのシーンとオープニングのシーンをこれで作れるんですね。そういうツールでございます。もともとテンプレートがあるんで、それから、選んでね、使うようになると思うんですけども、このような感じです。はい。テンプレート。これ、チルドレンバースデーとかね、こちらで作っておりますと。でですね、次、これですね、ソニーのアプリです。僕ね、これでね、この今撮ってる NEX で撮影した動画を iPhone に転送して iPhone 内で動画を編集したりしています。これもねかなり活用しております。で、次に iMovie、 これが最強ですね。これ以前上げた Vlog のデータがまだプロジェクトとして残ってるんですけどね、このアプリが一番すごい。結局これをほとんど使っております。外部のアプリである程度編集した動画を全部こっちにぶち込んで音楽とか、つなぎとかカットとかいろいろやっております。次に FinDays かな。これもあんまり使ってないんですけど、こちらはですね、ご覧いただきますと分かりますように、1秒 ×30 ショット、2秒 ×15 ショット、こういうやつでね、要するにロードムービーが作れるアプリです。で、ある程度ね編集、なんていうんですかね、そのエフェクトをかけてくれるんで、これもたまに使っております。 Vlog なんかでも、上げるときに使ってます。で、次のこのムービー360っていうのがね、動画を撮りながらこのようにエフェクトが、もうね、ぶっちゃけほとんど使ってないですけどね。はい、こんな感じです。次にこのロードムービー、これも先ほど紹介したフィンデーと同じアプリです。ただね、エフェクトのかかる感じが違うんで両方使い分けております。で、次に、次のページ行くと、このビデオピックスっていうのはビデオから、画像を切り抜くアプリです。で、その次、ストップモーションって分かりますよね。ストップピッ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 ってやつです。僕ね、これまだ使ったことないんですけど、いつかね、やりたいと思ってるんで、ここにあります。で、その右にあるのがマジストってアプリで、こちらはですね、動画の素材をアップするとですね、それを勝手に加工していい感じにしてくれるアプリ。実は、ブロガーズフェスティバルの時の動画、Vlog もこれを使ってあげております。はい、その次、このマジックミラー、瀬戸さんの動画をご覧の皆様ならご存知かもご存知だと思います。こんな感じのアプリです。まず立ち上げるとですね、はい、こんな感じの動画が、どうもこんにちは、私はみたいな、要するに瀬戸さんがやってるやつです。これもいつか使ってみたいなと思ってるんですけど、もう丸切りパクリになっちゃうんで、そこはちょっと考えておきます。で、最後にこの Snap2FX ってやるんですけど、これね、ご覧ください。こちらね、僕最近 Vlog とか iPhone のちょこっとした、ちょこっとアプリ紹介の動画で冒頭でよく使ってるんですけど、こんな動画が作れます。ご覧ください。はい、マグニーですみたいな感じの時にキュッってなるエフェクトありますよね。これが簡単に作れます。こういうアプリです。アプリ自体は無料なんですけど、中でね、有料の、アドオンがあるんで、それを買うとちょっといろいろできたりします。はい、以上がね、僕が iPhone を使って、アップしているツールのすべてでございます。
このアプリを詳細にレビューしてくれっていう方がいらっしゃいましたら、またコメント欄などにいただくと、また後日その動画アップしたいと思います。iPhone 版は以上です。で、僕が最後にですね、僕が iPhone で上げている動画、こんな感じっていうのをね、ご紹介しておきましょう。ビログ。はい。で、次に、ちょっと見せたい iPhone アプリってやつですね。この2種類は必ず iPhone で加工しております。iPhone で加工、編集、アップロードまで行っております。最後のね、アノテーションとか、なんか、説明文とかですね、稀に Mac の方で、稀にというか、Mac の方でやりますが、それまでは全て iPhone で行うようにしております。 iPhone でやるとですね、どこへ行ってもできるっていうのがね、メリットでございます。皆さんもね、 Mac だけで編集するっていう頭をねやめてですね、 iPhone を持たれている方は iPhone で動画編集アップっていうのもね、一つの手だと僕は思いますよ。じゃあね、次はね、 Mac で使ってるツールっていうのをね、ご紹介していきたいと思います。